出てきそうだけどな、どうかな。途中で石板をリュートで解除してるのがあるんですけど、もしリュートを使わずに行けたらチャンスあるかもしんないです。そしたらこのゲームが一回やったことを覚えてる可能性があるんで、また今から行くとこの石板にリュート使ったら多分ボスがもっかい出てきます。きっとボスが出てきても、まあ、何回もこう行ったり来たりしときゃレベルが上がるんで自動的に、まあ、それはそれで意味があるかなと思いますけどね。だから途中の四天王でこんだけいろんな運要素を散りばめるんだったらラスボスとかもいろいろありそうで怖いっすね。はいはい、めんどくさい。早速一個使わせますからね。ずるいわ。なんか先手打ってこれはないわ。で、これでポーション30個くらい使わされるんで、10個か。これが痛いんだよな。先手してデスはやめてくんないですかね。対応ができないんで、ほんと。悲鳴はずっとしたっすね。ほんとやめてほしい。なんじゃおりゃ、なんじゃおりゃ。これってこんなんばらまけたかな、混乱しなかった気がするんだ。なんだこれや、ほんと。そう、うわ、下に攻撃してくるタイプか。下に攻撃してくるタイプっすね。あ、いいね、魔術の杖結構入りますわ。3ターンか4ターンしたら倒せそう。うわ、結構 HP あるな。結構 HP あるじゃねえか。もうどうだろうが、危なくなったらテレポで戻ってやり直しですね。ただレベルも上がってますから、こっちも。ポーション99個買う作業がめんどくさいですけどね。くぅ、火力が。地味に火力が。あるんできついな。しかもハリソンくんばっか狙ってくれやいいんですけど、適当に散りばめてくるんで。それがほんとひどい。35、90。そうね、もう一ターンかな。うわー、ずるいわ。だからそれ、他のやつに攻撃を集中させる法則ずるいわ。うん、藁と舌を狙う系か。このナイト、まさにブラックナイトですね。普通のナイトはそんなことしないですけど、ブラックナイトなだけやって舌に攻撃してきますわ。そんなうまいジョークみたいなのいらないけど。そう、相当削られたな。そらそうやって9体いたんすもんね。9体とまともに戦ったらそれはもう削られますよね。当たり前っちゃ当たり前か。もしかしたら逃げれんのかもしんないんですけどね。あれで逃げれないってやったら笑えないですからね。くぅ、ポーション。エリカさんが集中攻撃食らったんで、めちゃめちゃ消耗しましたわ。
回復させても結局のところデスして終わりですか、ありますか、即デスされて何の意味もないみたいな。200くらいで HP 温存しとくぐらいがいい。もうおいてめえ、今出てきたばっかじゃねえか。まだで、まだ足りないっすか。今出てきたばっかで、もう一回再登場っすか。いや、ずるいわ、これ。こいつずるいわ。下ばっか狙う系は。しかもそこそこ HP あるんで。わー、ずるいわ。まあ、戦略としては正しいんですけど。OK。上二人を積極的に狙ってくれ。この回復で全然追いつかないですからね。ちょっとだけ気になってるのは、白のローブを使うとどうなるかなっていうのがあるんですよね。ちょっとだけ気になってるんですよ。ちょっとだけね。あーお、どういう効果があるかわからんかった。チャンス型使います。あと、守りの指輪とか。意味ありそうっすよね。あれ？ちょっと待って。ああ、そうかそうか。そういうことか。ちょっと通り過ぎちゃいました。ここ痛くないですね。ここにいる敵が強いんで、あんまこれうろうろしてたくないっすわ。と言いながら遠回りしてうろうろしてやってるんですけどね。よし。レベルアップ。姫もレベルアップ。よしよしよし。レベルアップしていくのだったら絶対帰りてえと思うな。ちょっとミスったから、ここっすよね。この間っすよね。いらんとこ通ったわ。よし。混乱してくれりゃいいんですけどね。そうね。毒ガスばらまくよね。216！ なんでよ！なんでよ！なんで2562回よ！バカなの？何考えてんすか？こいつは。バカなんですか？これは。今までそんな1回もなかったっすけど。バカ野郎こいつ！ひどいわ、これは。いや、これひどいわ。ないわ。すぐこんなことしてくるんすか？すぐこんなことしてくるんすか？それがあなた方のやり方ですか？まずいなぁ。まずいなぁ。2ターンかかりますよね。ラヒーラして。100か。オッケー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 。いやーもうこれ、生き返らして最初から直した方がいいな。いや、これ引きが悪すぎますわ。これ引きが悪。今からもう一回ってのはさすがに引きが悪すぎるんで、またこれっすわ。もう勘弁してくんないっすかね。本当に、サクッとクリアさせてくれや。マジ、サクッとクリアさせてくれや。本当に。ポーション74か。やっぱ変わっていった方がいいっすよね。
ね、なんかデスはされるわ。なんか毒ガス256に回されるわ。なんすかこれは。そう、この最終局面が一番きついのか。今までいろんなきついことありましたけど、この最終局面きついっすわ。逃げれないってのが、逃げれる敵もいるのは分かってんすけど、くそー、もうゴールは目の前なのにな。ゴールは目の前なのに、そのゴールにたどり着けないっす。マジハイポーションとフェニックスのがあるだけで全部解決するんですけどね、ほんと。いや、これエクスカリバーなし縛りとか上級職なし縛りとか無理よこれ。なんかもうちょっといいのはあるんでしょうけどね。このボスには、この、あのドラゴンにはこれがいいとか、この武器には、こいつが来た時はこれをすればいいとか、やってそういう効率のいいのがあるのは、あるんだろうなとは思ってるんですけど、多分、調べたらすぐ出るんで、ですけど、まあでも当時の子供たちなんてもうこんなんでしょ。ほとんど同じ。というか全く一緒のやり方でここに来てますから、途中セーブなしみたいなので、こういうクリアの仕方をしてない人の方が珍しいんじゃないですかね、きっと。キメラか、戦いますか。場所順番がめちゃくちゃ、そうか、やられたからか。順番ちゃんと見てなかったっすわ。言うてエリカさんも378はだと HP が高くなってるってことは、白魔導士が倒れたら終わりだから、白魔導士の HP は盛りましょうっていうのはこの制作者側としても思ったんでしょうね、さすがに。なんかその雰囲気は感じます。炎はね全然効かないんでいいんすけど、ラスボスとかがどんな攻撃してくんのかな。意外とラスボスがそうでもないとかだったら嬉しいですけどね。そんなわけないですよね、このゲームが。あの四天王より絶対強いんで、引きさえ良ければ。とか、ハリソン君がヘイストかかって生きてればなんとでもなる、じゃねえと思ってます。どんな状況かにおいても。ハリソン君にヘイストがかかって、ある程度回復できるようなヒーラーがうまく立ち回ることができりゃなんとでもなるんじゃねって本当思ってます。こいつは逃げれないのかな。こいつらわざと下のやつ攻撃してきてやらしいんすよね。言うて50から30前後のダメージを普通に与えてくるんで、こっちに。だから消耗するんですよね、ほんとに。OK、いいよ。こうやって、上に集中してくれるってなったらめちゃくちゃ楽。めっちゃ楽です、こんなになってくれたら。
おい、いいね。本当に運ゲー要素がひどすぎるんで、98。そうよね、これが3人ぐらいガってなったらその時点で終わりっすもんね。今の98のダメージもいらないっす。引きが悪いっすわ。とにかく何事も引きですよ、引き。敵のエンカウントもだし、会った敵がどんなかって、会った敵もどういう攻撃してくるか、その攻撃を誰にするかみたいな。そういうの引きが悪かったらもう一気にもう流れとか持っていかれるんで。エンカウント率も一定ではないですからね、言うて。会うときは会うし、会わないときは会わないし。めちゃくちゃ詰め合わされて、あ!チャンスチャンスチャンス!これって今蓋が開いてるから、もしかするかもしれない あるかな。いや、蓋開いてて、リュート使う人がないんですよ。だから、リュートを使って中に入って一回逃げてからここ来てますよっていうのが、このゲームの中に保存されてるんですよね。だそういう理論でいくと、マリリスだとか、倒してますよねってのは、このゲームの中で今認識されて保存されてるんですよね。でもあんま過度な期待はしないでおこう。期待してから、普通にリッチですって来て、はい、フレアしますとか、あるんで、怖いから、期待しない。全然ありますからね。ドラゴンゾンビはそんな強くないんですよね。ホワイトとグリーンドラゴンが強いですね。はい、オッケー。みっちゃんがちょっとダメージ減ってるけど、まあまあまあ、いっか。で、次は左上ですよね。あんま敵と会いたくねえな。あってもいいけど、めんどくさくないやつがいいっす。なるほどね。こいつらも不武器なんだよな。ファイガー使おうか。どうせファイガー使う場所ってそうそうないっすから。こいつが出てきてる時にファイガー使うぐらいが多分ちょうどいいっすわ。このウィンターウルフを 100% 倒せて、で、ウィンターウルフが弱いっすけど、不武器してくるんで、もうそれがめんどいんで。それを回避できるだけ、ファイが使うわ。ありすぎが倒せないんすね。まあまあまあいいっす。よし。まあもしかしたら魔術の杖でもウィンターウルフみたいな倒せそうですけどね。ウィンターゲインドッグくんは。ちょっと試してみようかな。ちょっともしかしたら生き残りが出てくるかもしんないですけど、何事も何回まだどうせ来ないといけない可能性もありますから。くぅ、オッケーオッケーオッケー。ちょっとラッキーでしたね今のは。67 152 140か。 100% 倒せるわけではないってことですね。全然、今のやつでもいいけど。まあまあ、吹雪打ってこなかったら結果オーライっす。結果的に、オッケー。あとはリッチさんさ、ほんと。リッチさんと会うことがあるかと。そこが一番の問題っすね。やっぱ四天王全部倒していかないといけませんよってことですもんね。あー、バコルド打つか。よう考えたらバコルド入れますわ。
こういうのしていこう。こういう何の水際対策なしで、ボサってしてるからダメなんですよね。だから無駄にポーションも使うことになるしって言ってたら、全然吹雪使ってきません。せっかくバコルドしたのに。むしろ、吹雪使って来いよって思ってるんですけど、バコルドが無駄になりました。せっかくあ、来た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 。ありがとうございます。ちょっと嬉しいです。バコルドしてたんで。これバコルドして意味がありましたね。本当はバコルドしない方が一番いいんですけど。せっかくバコルドしたんで吹雪してもらった方が。使った意味があるから、ね。気持ちの問題ですけどね。まあ、これぐらいでいいですね。さあ、進めていきましょう。よし。で、ここにリッチさんがいる回なんで、これは逃げます。逃げれるって分かってるのがいるのも楽っすね。しかも2ライン目もリボンのおかげで全然引かないんで。市川海老蔵さんの睨みが来ても全然効かないんですよ。楽です。でこっち行って、ふう、ここの回は多分メデューサばっかなんですよね。これもう全部逃げときゃいいし、最悪エノン君が石になっても石を戻せばいいだけなんで、まあ楽っちゃ楽っすね、この回は。進めてボス戦までたどり着いて、どんなルートかってのと、でどれくらいの強さかってのやっぱ調べときたい、肌で感じときたいんですよね。まだレベリングが必要なのか、もう必要ないのか、この状態で余裕でボス倒せるのかとかもう全然わからんし、多分ティアマットも余裕だと思いますけどね。ただ、もう一回、リッチさんとかと戦わないといけないのかがわからないんで、なんか戦わないといけないだろうなっては思ってます。今までのこのゲームシステムで考えたら。毒か。多分、リッチさんとかもう一回出てくる。っていうイメージのが強いかな。さすがに。四天王全部倒してから上がってこないといけないっていう仕組み作ってそうっすね。ちょっと待ってね、ここさ。これリッチモンド賞。リッチモンド賞。チョコレートのリッチモンド賞とか、ポテトチップスのリッチモンド賞がどうか次第っすね。突撃！やっぱ出てくんのか。なるほど。じゃあやっぱこうやって戦わないといけないわけね。なるほど。厳しい世界じゃねえか。結局こいつバファイア関係なかったから、ただダディアで攻め込みたいな。でもレイズ1個使うのか。どうしようかな。まあ、いっか。一応、バファイはしとこうか。でも、関係ないっすもんね。まあ。ライトアクセイか。まあ、とにかく、あれさえ来なきゃ、フレアさえ来なきゃ最高、余裕っすわって言おうと思ったら、速攻フレア来たわ。しかもヘイヒトを使う相手を間違えました。マジか。ってことはもう、こう途中で変えるとかはダメってことっすよね。もう初手でフレアされたらっすよ。もう一回フレアされたら終了っすからね。そんなバカなことはないっすよね、さすがに。OK。まあまあまあ、まあ全然いいっすわ。まあ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 。
学べたんで。学べたのがでかいっす。学べたのはでかいっす。どっちにしても、レベリング上がってるんで、そうか。まず、ポーションとかも残しときたいんですけどね、本当は。まあ、戦いながら、回復させていくっていうのでいいか。レッドドラゴンとかいたか、今まで。うわ、あんま入んないっすね。まあいいんすけど。あ、炎。いや、強いな。強い炎か。今まで食らってた炎と違うっすね、ダメージが。マジかよ、こいつら。うわぁ。それひどいぞ。いや、それ、今のないよ。いや、それないって。全員炎追ってくるとか、ないって、それ。ないよ、それ、自分ら。自分ら、それないで。あー、逃げるとかするとちょっと消極的すぎるから、やられてもいいから、進んだ方がいいっすよね。また、テレポになるんですけど。でも本当にリッチさんでフレアを受けないっていうのが一番いい流れですからね。初手でリッチさんと戦ってフレアが来る時点で、もうその時点でこの、ちょっとここ、このターンはクリア無理よぐらいっすわ。あぶね。とにかくエリカ3さえ生きてれば、エリカ3さえ生きてればなんとでもなるんで。オッケー、ふう。はい、撤退です。また撤退です。もう、引きが悪すぎるわ。また撤退っす。また撤退してポーション買い込みよ、これ。何回これさせんねん、ほんと。何度これさせんねん。何回これさせんの、ほんと。まさかこんなに詰まるとは思ってなかったっすね。なんかもうサクッとクリアいけるっしょと思ったんですけど。裏世界やばいわ。まあ、行ったり来たり、最近は全滅してないんで、経験値だけは持って帰ってこれてるんで、強くはなってるってのは間違いないんですけど、リッチさんのフレアなんとかなんないんすかね。初手で全員300はきついですわ、それ回復させるのも。あれのせいでよ、ほんと全部狂いますもん。リッチさんにフレア食らったらもう最初からやり直した方がいいぐらいですもんね。くそ。悔しいぜ。HP600 まで来ましたからね。で、もう一回
セーブして。オッケー。はい、じゃあちょっと休憩しようかなと思います。5時間半ぐらいですかね。ぶっ通しでしてて。まあ、4時間ぐらいしたらクリアできるっしょと思ったんですけど、多分1時間半ぐらい、最終ステージですか ?2000 年前のところで詰まってるんで、あと、取りこぼしとか、あと魔法とか、ちょっと調べようかなと思ってますね、さすがに。もう無鉄砲で行って、何回も何回もっていうのちょっとあれかなと思ってるんで、ちょっと調べて、対策打って、水際対策打ってからちょっとやろうか。